黒い画集関流、関流は松本清張の小説。週刊朝日1959年9月6日号から11月29日号まで、黒い画集第6話として、掲載、1959年12月に、黒い画集に収録の一編として、公文社より刊行された。黒い画集、第2話関流のタイトルで1961年に、東方で映画化。 またこれまでごどテレビドラマ化されている。銀行の支店長である、沖野一郎は、新人の挨拶回りの時に、割烹料理屋、南の女主人、前川奈美を知った。沖野は、常務取締役、桑山栄與の例とは、学校の銅像で、桑山により強引に抜擢されていた。ある日、奈美が増築のため一千万円の融資を頼みに来た。沖野は、 彼女の店の経営状態から見てこの大口取引を承諾した。それから二人は親密の度を増していった。結婚を口にする波に病弱の妻を抱える沖野の心は動いた。そんな時、桑山が沖野の視点を訪ねてきて、用事で視点を訪れていた波と出会う。沖野一郎の不幸がこの時から目を吹いた。映画タイトル、黒い画集、第二話韓流。 1961年11月12日公開。制作、配給は東宝。監督は鈴木秀夫。本映画では警官の尋問場面以降の沖野の運命が新たに描かれている。現在は DVD 化されている。1960年4月21日、日本テレビ系列のスリラー劇場は国手放映。 1962年6月21日と6月22日 NHK の松本成長シリーズ黒の組曲枠にて放映。松本成長シリーズ愛の断層。1975年11月1日 NHK の土曜ドラマ枠にて放映。原作者の松本成長が出演している。視聴率16.2%松本成長の干流。 1983年2月5日、テレビ朝日系列の土曜ワイド劇場は国手放映。視聴率21.9%。舞台の銀行は東和銀行、渋谷支店。DVD 化されている。松本清張没後20年スペシャル、関流。2013年1月14日、TBS 系列の月曜ゴールデンは国手放送。 制作は2012年2月までに行われた。原作と比較し、沖野の仕掛ける罠に自動車の交換が使われる点が異なっている。また、警官の尋問場面以降の桑山、奈美、沖野の運命がそれぞれ描かれているが、特に桑山と奈美のその後は、これまでの映像化作品になかったものとなっている。黒い画集、第2話官流に関するカテゴリー。 愛の断層に関するカテゴリー、ありがとうございます。